これが211ミリ榴弾砲か。無傷でダッシュできればベストでしたけど。投稿を選ばず砲台もろとも自爆しやがるとはな。僕たちにこの榴弾砲を渡さないために、それ死をも厭わぬ覚悟か。戦いで死ぬこと、それはみんな覚悟してます。いざという時、彼みたいな判断、死に方ができるんでしょうか。僕たちは死ぬために戦ってるんじゃない。みんなで生きるために戦ってるんだ。あの砲撃士の死に敬意は払う。だけど分かってるさ、武器なんかよりも命が大事だってことはな。しかし武器っていや、あの増援部隊が持ってきた新兵器だよな。歩兵が携行できるサイズで、あの火力ってすごい技術ですよね。射程だって戦車並みで。精鋭部隊って聞いてたけど、拍子抜けね。これが何かもわからないなんて。敵弾砲、何でもなぎ倒すマジックシリンダーよ。すごいでしょ。おいクロード、あれってこの隊の隊長はどこ？初めての合同作戦だったのに、なかなかいい意識を取るじゃない。あのな、あなたラーズ、どうしてエディンバラの舞台に？みんなで志願したんだ、ガリアを守るためにな。リナまで？嘘でしょ、こんな偶然ってある？ああすまないレイリー、ここでは私はカイと名乗っている。カイだって。それはレイリー、よくわからないけど、わかった、カイって呼べばいいのね。だけど嬉しいわ、異郷の地での共同作戦で同郷の幼なじみに再会できるなんて。共同作戦ってなら、レイリーも軍に？ご覧の通りよ。改めて、私はレイリー・ミラー技術少尉、専門はラグナイト工学だけど、軍では砲兵顧問なの。支援砲撃中隊からの出向で今回の共同作戦に参加したってわけ。私の知識と技術は帝国軍を倒す力になるって約束する。みんなよろしくね。すごい新兵器だ。ぜひまたお願いします、レイリーさん。で、隊長はどこ？挨拶しておきたいわ。なあレリー、この隊にいるのは俺たちだけじゃねえんだ。え？なんだ、じゃあやっぱりカイも。レリー、僕がこの E 小隊の隊長だ。はあ、
あら、ずいぶん若いのね。だけどさっきの采配なかなかだった。期待してるわ。クロード・ウォレス。私があんたの手なんか握ると思う？よりにもよってこんな男が指揮する隊と組むだなんて最低。2章、例の解放戦。クレスト解放戦の功績をたたえ、勲章が授与された。まずは初戦突破というところだな。みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。戦争のノンフィクション小説を書いているコナー・ドハティだ。以後よろしく。ライアン・フォード、傭兵をやってる。まあ雇われてくるには仕事をするぜ。ノーザンクロス作戦の発動から2ヶ月、連邦軍は各所に派遣された精鋭部隊による猛攻で帝国軍を制圧し、領土深くに侵攻を続けていた。一方、日増しに伸びる補給線の維持は目下最大の課題であり、遠征の各方面軍は制圧した帝国領内にいくつもの巨大な前線基地を建設していた。リーンブル前線基地、クロードたちの属する第101師団の司令拠点であり、今後の遠征を支える重要な兵站基地でもあった。連邦の前線基地ですか？3000人以上寝泊まりできる宿舎に100両以上の戦車、それに前線部隊に支給される弾薬や燃料、食料、全ての物資はここに集められているそうだ。そんなに？とんでもない量の物資を持ち込んだものですね。ここが帝国領内だなんて信じられません。連邦もやるときゃやるってか。しかしよ、こんだけ物資が豊富だってのに我らが E 小隊にはボロ戦車1両なんてな。ボロじゃありません。どの小隊よりも念入りに整備してるんですから。それにしてもこれだけの物量を前にするとノーザンクロス作戦の規模の大きさがわかるな。ああ、この物量で攻め込めばいくら帝国でも泡食うはずだぜ。いや、帝国の領土はまだまだ深く広い。これでも足りないくらいだよ。そんなもんかに。クロード隊長は慎重な子って。なんだよあれ、見慣れねえ軍服だな。あれ海軍の制服ですよ。
すごいや、海軍の人までいるんですね。海軍がどうしてこんなところ。海軍の女士官か。見ろよあの尻、海の女ってのも悪くねえな。ちょっとラーズさん、ちょっくら挨拶してくるぜ、お近づきの印にね。どうしようもないやつだな。余計な問題起こさなきゃいいけど。無理だろうな。だね。さて、集合までにはまだ時間がある。僕は基地内を見て回ることにするよ。来たか、クロード。今日から私がE 小隊の訓練担当となった。専任中尉として各陛下を厳しく指導させてもらう。練度の向上には作戦で積んだ経験が生かされる。陛下ごとに成長の証を見せてくれ。厳しい訓練に耐え、経験が基準に達すれば陛下単位で能力を向上させることができるぞ。だけ鍛えるがいい。まだまだだ、本気を見せろ。
レベルアップだ。よくやったぞ。おお、対戦車兵たちが新たなポテンシャルに目覚めたようだ。うん、陛下のレベルが一定に達したようだな。新しいオーダーの発令を許可しよう。なかなか良いものを見せてもらった。戦いで経験を積んだらまた来るがいい。そうだクロード、お前にポテンシャルとオーダーについても話しておこう。陛下の練度向上でポテンシャルに目覚めたりオーダーを覚えたりすることがある。ポテンシャルは隊員が持つ潜在能力だ。隊員ごとに異なり、それぞれ戦場で力を発揮する。オーダーは部隊や隊員に向けて下す命令だ。作戦行動中に隊長であるお前だけが発令できる。特にオーダーについては百聞は一見にしかずだ。的確に使えば戦いを優位に進められるだろう。戦局を見極めてここぞという時に使うといい。私からは以上だ。これからの E 小隊の活躍に期待しているぞ。あ、先輩見てください。さすがは連邦の威信をかけた前線基地。ここでなら兵器の研究開発ができそうです。戦車の兵装に隊員の武器、強化したいものがあったら僕に言ってください。これから新しい兵器をどんどん開発して部隊を強くしていきましょうね。兵器の研究開発、ワクワクしますね。準備が整ったらまたここで新兵器を作りましょう。待ってましたよ。写真撮っておいてもいいですか？できましたよ。
できましたよ。ここまでか。ここが作戦司令室か。出撃部隊の編成は作戦に合わせて検討しよう。作戦では陛下の選定が重要になってくる。それぞれの特性を改めて把握しておこう。さて、まずは部隊の状況を確認しよう。
承知した。残念だ。今はこんなところだろう。戦いに勝つには事前の準備が重要だ。この司令室でしっかり作戦を練って戦いに挑もう。浮かない顔だな、クロード。勝利を収めたというのに戦果にご不満か？勝利したことは素直に嬉しいよ。だが負傷した仲間を見ると。クロード、これは演習ではない、実戦だ。
今からそんなことを言っていては今後の激戦を戦い抜くことはできんぞ。分かっている。血の流れない戦場なんてない。だけど僕は助けられるはずの仲間を見捨てたくはないんだ。それは私も同感だが、負傷兵の救護は衛生兵の役目だ。ああ、だけど離れた場所で傷を負った仲間はどうしても救護に時間がかかってしまう。助かるはずの怪我でもその時間差で手遅れになることだってあるんだ。確かにな。なんとか後方に緊急性を伝えられればいいんだかな。お前と私ならいいオーダーが作れそうだったが、気が変わったら教えてくれ。どうしたクロード。お、させてもらうぜ。やってやるぜ。やってやるぜ。よし来た。任せてくれ。落ち着いて。私の出番ね。始めるか。展開する敵部隊を叩く。 E 小隊出撃するぞ。行動開始だ。甘いな。よし、出るぞ。仕方ねえな。慣れ合う気はねえよ。
るかな。任せときな。開始だ。手伝うね。ねえな。邪魔だ。そこか。俺の邪魔はするなよ。
行動開始だ。前進する。ここだ。やりましたね。俺の邪魔はするなよ。敵拠点を押さえたぞ。作戦は成功だ。共同戦線今回は時間通りだな、クロード。この基地の施設は一通り把握できたか？ああ、今までのキャンプからすれば天国みたいなところだね。それは結構。ではその待遇に見合う働きを期待しよう。上官殿、 A から I の各隊小隊長全員揃いました。では早速だが本題に入ろう。 E 小隊は拠点について早々ではあるが、司令部から出撃命令が下った。この拠点の北東にレーヌという小さな町がある。課せられた任務はその町の奪取だ。我が隊の石膏が入手した情報によれば、レーヌは帝国の通信拠点となっている模様です。その通り、レーヌは敵の通信の要所、故に飛行部隊が守りを固めている。飛行部隊ですか。市街地に立てこもる戦車部隊に歩兵中心の我々が対抗できるでしょうか？心配には及ばん。今回は後方からの砲撃支援を受けられる手はずだ。諸君らは町に侵入した後、敵の戦車の配置を後方の砲兵隊に伝えればいい。なるほど。であれば、敵は戦車の数をハリボテで偽装しているという情報もあります。心眼を見極めて確実に戦車を撃破すれば、町の奪取はそう難しくもないでしょう。うん、さすがはミネルヴァ、頼もしいな。痛み入ります。どうだクロード、情報を制する者は戦争を制する、だ。共同作戦か。攻撃部隊との連携が肝になるな。町はできるだけ無傷で奪還しろ。
帝国の設備はそのまま接収し、我が軍の通信拠点として使用する計画だ。町の外に配備されている防衛部隊はミネルヴァが全部隊を指揮し遠くへ引き離せ。お任せください。その隙に E 小隊は町へと潜入、砲撃部隊に確実に情報を届けるのだ。はっ、了解しました。おい、早速任務だって？チェ、せっかく海軍の美人士官とデートの約束取り付けたってのにね。見栄を張るなよ。手ひどく振られてたじゃないか。なんだよ、見てたのか。ラズ、女遊びは結構だけど陸軍の恥はさらすなよ。お前には言われたくねえよ。ふーん、私にはな。それより今回の作戦、砲撃支援があるという話だが、そのもしかしてこの間ぶり生きてたのね。君も無事で何より。私の部隊、あなたの指揮下に入るように言われたわ。そうなんだ、よろしく頼む。そんなのまっぴらごめんだから、今移動願いを出してきたところ。そうか。ま、技術士官とはいえ軍人の端くれだし、正式に移動が決まるまでは命令に従うけど、あなたにまともな命令が下せるかしらね。え、弱虫とかよ。急に出てきたお前が今のクロードの何を知ってるってんだ。相変わらず声と態度だけは大きいのね、ラス。あなたは黙っていてもらえるかしら。んだと？それが10年ぶりに会った幼馴染言うセリフか。あのレイリーさん、何があったかは知りませんけど、先輩ウォレス中尉は立派な隊長です。僕たち隊員は隊長を信頼しています。隊長がいたから今までやってこられたんです。あなたも作戦に参加するなら、その信頼しろって。ま、戦況が有利なうちはいいかもね。でも土壇場じゃどうかしら。尻尾を巻いて逃げ出すのが関の山なんじゃないの。レイリー、いい加減にしないか。君の家族を奪ったのは帝国だ、クロードじゃない。あれからクロードだって変わったんだ。ちゃんと今のクロードを。カイ。でもここで何を言っても過去を取り戻せるわけじゃない。僕は気づき直さなきゃいけないんだ。気づき直す？信頼を。レイリー、見ていてほしい。あの日から変わった僕を。それから判断してくれ。君の信頼に足る人間かどうかを。もう一度。任務に関係のない命令を聞くつもりはないわ。レイリー。やれやれ。これよりレーヌ攻略作戦の説明を行う。
ができてるわ。やってやるぜ。好きにやらせてもらうぜ。始めるか。落ち着いて。行くぞ。教えてもらうぜ。こちらですね。やってやるぜ。始めるか。準備はできてるわ。準備完了。落ち着いて。それでは出撃だ。確実に敵戦車を発見しろ。市街地に侵入し、敵戦車の位置をつかむ。 E 小隊、出撃だ。敵戦車の位置を把握したいところだが、朝もやで視界が悪い。ああ、ある程度まで近づかないと確認することはできないだろう。こちらも身を隠しながら慎重に進み、敵戦車の位置を探るんだ。了解した。慎重にとなると心配な奴がいるな。クロード、作戦行動について確認だ。町のメインゲートが塞がれてやがるぜ。まずいですね。このままじゃ戦車での侵入はできません。ゲートの開閉操作は反対側からしかできそうにないな。ラズ、向こう側へ回り込んでゲートを開けてくれないか。しゃあねえな。たく、これだから図体ばっかでかいやつは。それハーフェン号のことじゃないですよね。もしそうならもう乗せてあげませんよ。そこか。
し、任せときな。俺を誰だと思ってやがれ。いたぜ、敵だ。邪魔はするなよ。先輩、敵戦車を発見しました。よし、この調子で頼む。町の中にまだまだ潜んでいるはずだ。そこか、見つけたぜ。任せときな。俺を誰だと思ってやがれ。
めんじゃねえ。任せときな。いたぜ、敵だ。俺を誰だと思ってやがれ。よし、任せときな。俺を誰だと思ってやがれ。開始だ。よっしゃ、敵戦車を発見したぜ。他にも霧やハリボテ戦車に注意して索敵を進めよう。致命傷ね。わかりました。
傷が大きいぞ。軽いぞ。戦車発見しました。よし、他にも展開していないかくまなく探してみよう。前進する。甘いな。俺の邪魔はするなよ。そこか、見つけたぜ。敵戦車を発見したぜ。こいつで4両目だ。よくやってくれた。他にも潜んでいるはずだ。引き続き索敵しよう。前進する。
やってやる。俺を誰だと思ってやがれ。行動を開始する。敵戦車発見。これで5両目ですね。よし、もう少し索敵を続けよう。邪魔はするなよ。手段は選ばない。俺の邪魔はするなよ。
べえか。女だってやるときはやるのよ。注意しなきゃね。衛星兵、もう少しの辛。嘘よ。ねえ起きて。了解。そこにいたの。そこにいたの。行くわよ。ふう、よかった。選挙完了よ。俺の邪魔はするなよ。そこか、そこか。邪魔はするなよ。よし、敵戦車の位置は大体把握した。すぐ後方に通信を。 あれおかしいな。どうしたマイルス。妨害電波です。後方と通信できません。じゃあ砲撃支援は。当てずっぽじゃ砲撃はできないし、そもそも撃てと命令もできないな。先輩、包囲される前に撤退しましょう。クロード。遅い。予定時刻はとっくに過ぎてるのに。前線からの連絡は。何度か呼びかけているのですが、応答は一切ありません。呼びかけて？バカ！どうしてそんなこと？ミラ少尉、敵にこちらの位置が。無線電波から逆探知されたのよ。ダメだ、やられます。大体の方向を知られただけ、簡単に直撃なんかしない。ですが、すぐに特定されます。少尉殿、撤退を。撤退すればクロードたちは。 E 小隊は全滅よ。命令があるまで耐えなさい。このままでは、来ない連絡を待って我々も全滅するだけです。クロード、結局あなたは土壇場で頼りにできないわけ。これじゃあの時と一緒じゃない。変わったって言うなら証拠を見せてよ。西側回廊に敵歩兵隊が接近。このままじゃ完全に袋のネズミだ。クロード、どうすんだよ。ウィクトル中尉との通信も遮断されてます。
戦は失敗だ。撤退の判断はクロード、お前がするしかない。撤退か、ここまで来て。クロード、撤退はしない。何としても砲撃隊に戦車の配置を知らせる。しかし通信ができねえのにどうやって。それはあの塔。中世に使われていた連絡用の塔ですね。あの数字の並びで情報を伝えていたとか。狙撃班、ここから塔のパネルを狙撃できるか。もちろん、この距離ならはず。よし、では準備を。あの塔を使って砲撃隊に座標を伝える。パネルを打てば数字が変わるはずだ。僕の言う通りに狙撃して並びを変えてくれ。まずは上段を715に揃えるんだ。狙撃班了解。前進する。必ずやり遂げる。敵だ。あの数字で砲撃座標を伝えてるのか。あれ、一番上の数字だけ座標じゃないような。715、一体何の数字だ。仕上げだ、カイ。鐘を5回鳴らしてくれ。鐘を5回。なるほど、7月15日か。懐かしいな。本当に伝わってるんだろうな。大丈夫、必ず気づいてくれる。レイリコーラね。やりました。敵戦車を撃破しましたよ。すげえ精度だ。どっちも直撃じゃねえか。お前の合図、しっかりレイリーに伝わってたようだな。ああ、ラズに伝わってないのが不思議だけど。よし、次だ。別の塔のパネルも同じように狙撃して、上段の数字を715で揃えてくれ。ターゲット確認。俺の邪魔はするなよ。
けたぜ。まだやれる。狙撃班、塔のパネルを狙撃して上段の数字の並びを715に揃えるんだ。やってやる。邪魔はするなよ。ほらよ、楽勝だな。真面目にやり合うだけ損か。
進する。よし、座標に間違いはない。カイ、金を。任せておけ。よっしゃ、こいつはスカッとするぜ。次が最後の塔だ。狙撃班、頼む。上段の数字を715だな。了解した。前進する。この程度か。パネル上段の数字を715に揃えてくれ。頼んだぞ。
んじゃねえ。見つけたぜ。パネル上行動開始だ。ターゲット確認。行動開始だ。鐘を鳴らすぞ。部隊が全滅。これまでか。よし、撤退するぞ。速やかにな。やけにあっさり引いたな。まだあれだけの戦力が残っているのに。虎の子の戦車がやられたんです。そりゃ逃げたくもなりますよ。どうする、クロード。追撃するか。いや、僕たちの任務は通信設備の奪取だ。さあ、任務を遂行しよう。みんなで手分けして通信設備を探すんだ。へいへい。そんじゃお前ら、もう一仕事だ。行くぞ。ありがとう。助かったよ、レイリー。司令部より勲章が授与されたぞ。先ほどの作戦では見事な活躍だったな。司令部からの褒章を受け取るがいい。出ましたよ。
たか。さあ鍛え。まだまだだ。レベルアップ。おお、今日は浮かない顔だな、クロード。今分かっている。だけど僕は、助かるはずの。なんとか。いい形で運用できそうだな。これで無駄に命を散らさずに済む。今は誰もいないみたいだな。よし、休憩はこれくらいにしておこう。そうだな、こっちの懐中時計もなかなか悪くない。大量大量。やはり死体あさりは戦闘直後に限るぜ。あのグドウィンさん。え、なんだてめえは。僕はニコ・エーメリーです。あなたと同じ E 小隊の隊員ですよ。それよりゴドウィンさんが手にしているもの、それはここにいる戦士者たちの遺留品ですよね。ダメですよ、亡くなった方々の金品を奪うなんて。そんなことをしたら罰が当たります。はあ、何言ってんだてめえ。どんだけ幸せならそんな思考が湧くんだ。俺はな、死んだ奴らの遺品を売りさばいてそれで飯を食っている人間なんだよ。別に舞台に迷惑をかけるわけじゃねえんだ。見逃してくれよな、ジョーちゃんよ。そういうわけにはいきません。ゴドウィンさんの行いは死者への冒涜です。僕が目をつぶっても神様が見ているんです。今すぐ持ち主に返してあげてください。神様ね、そんなもの言いやしねえよ。もし神がいるのなら俺みたいな人間を生み出さねえだろうよ。え、ジョーちゃんにはわからねえのさ、持たざる者の苦しみなんてよ。世の中泥水をすすらなきゃ生きられない人間もいるってことを覚えときな。待ってください。ジョーちゃんのおかげですっかりしらけちまったぜ。ゴドウィンさん、ああいう輩にはあまり関わらない方が身のためよ。大丈夫ニコちゃん、怪我とかしてないわね。ロゼッタさん、あの人のことをよくご存知なのですか。ご存知ってほどじゃないけど、私も兵役が長いから同じ小隊の人の素性は大体把握しているわ。あの人とても寂しそうな目をしていました。荒々しいのにすごく悲しい目。
僕、あの人の力になってあげたいです。え？僕はみんなを幸せにしたくて志願兵になったんです。だからあの人も幸せにしてあげたいんです。それはまた難しいことを考えたものね。さてどうしたものかしら。それで早速お伺いしたいのですが、話によるとロゼッタさんは入隊以前は神父様をなさっていたとか。ロゼッタさんならコドウィンさんを諭すこともできるのではないでしょうか。そう言ってもらえるのは光栄ね。ニコちゃんに頼ってもらえるなんて嬉しいわ。でもちょっと私には無理かしら。何しろそれはダルクス人の問題だもの。ダルクス人の？ニコちゃんも知っているでしょ、この世界の歴史、ダルクス人が過去に何をしたか。彼らは常に迫害を受けて生きてきた。国ごとの差はあるけど境遇はいいものじゃないわ。それはもちろん僕も知っています。でも別にゴドウィンさんが悪いわけじゃ。その通りだわ。でもやっぱりダメなの。かつて私にもダルクス人の友人がいたわ。神父としての師でもあり、とても心の優しい人よ。彼はダルクス人差別を撤廃すべく人々に訴えかけ、多くの賛同を得ていたわ。でも彼の願いは決して届くことはなかった。反対派の教団に撃たれこの世を去ったのよ。そんなことが。それほどにダルクス人とは辛い立場なのよ。ゴドウィンにとってもそれは同じ。彼は故郷を戦火で失った難民なのよ。ダルクス人の彼を受け入れる町はどこにもなく、結局彼は一人で生きるしかなかったの。だからゴドウィンさんはあんな生き方をしているのですか。彼にとっては当てつけなのかもしれないわね。ダルク、そんなの悲しすぎます。本当に助けることはできないのですか。少なくとも私にそんな力はないわ。これは私にとっても辛い現実なの。そうですか。そんな悲しい顔をしないで、ニコちゃん。自分の優しさで自分を傷つけてはいけないわ。でもやっぱり僕は放っておけないです。ゴドウィンさんは救われなきゃいけない人です。どうすればあの人が救われるかは分かりませんが、僕はもう少し頑張ってみたいと思います。そうだったら私が止める理由はないわ。でも辛くなったら無理せず諦めてもいいからね。誰もあなたを責めたりしないわ。はい、ありがとうございます。あん時のマイルズの面ったら。あの